ツビムアー城の中庭から見たアルテマイスター絵画館地図アルテマイスター絵画館はドイツのドレスデンに位置する美術館。日本では古典絵画館、古典美術館と言われることもある。ドレスデン美術館を構成する12の美術館の一つでザックセン州が管理している。アルテマイスター絵画館が所属する絵画群は15世紀から18世紀のものがほとんどで、 特に17世紀のルネサンス期、バロック期のイタリア絵画、オランダ絵画、フランドル絵画が主要なコレクションとなっている。また、これらの他にもドイツ、フランス、スペインの著名な画家たちの作品が所蔵されている。2008年には53万6千人がこの美術館を訪れた。ザックソン選定校、アウグスト一世、ルイデシュルベストルが絵画のコレクションは、16世紀に ザクセン選定校が自身の脅威の部屋を設立したのが最初である。しかしながら絵画の重要度は低く、科学関連、絵画以外の芸術作品などの方がより積極的に収集されていた。絵画を系統立てて収集し始めたのはザクソン選定校、アウグスト1世とその息子アウグスト2世である。年代にポーランド王室から 多くの絵画が不法にコレクションに加えられた。レンブラントの黒いベレー帽をかぶりひげを生やした男の肖像を、真珠で飾った帽子をこむる男の肖像も、ポーランドから不法に集奪された絵画で、もともとはワルシャワ王宮に所蔵されていたものである。1745年には、モデナ公フランチェスコ3世、デステの私有コレクションから価値ある100枚の絵画が追加された。 このような絵画コレクションの急速な増加によって、より大きなスペースが収蔵と展示のために必要となる。聖母教会の近くに、剪定公居場が建造され、1747年からは、そこで絵画が展示されるようになった。このコレクションは、ヨーロッパでも価値あるものとして認められるようになり、イタリア、パリ、アムステルダム、プラハなど、ヨーロッパ各地から、絵画が、 コレクションに加えられている。特に1754年に加えられたラファエロ作のシスティーナの聖母はコレクションの価値を増大させた。第二次世界大戦でそれまで絵画が展示されていたギャラリーが1945年2月13日のドレスデン爆撃で深刻な被害を受けた。しかしながら絵画は別の場所に遺憾されており、ほとんどの絵画は無事だった。 この模様は洞窟に隠されているのを赤軍が発見したとソ連東ドイツ共同制作の映画ドレスデンの5日間に共産党のプロパガンダ風に描かれている。第二次世界大戦終了後、ドレスデンはソビエトの占領下となり、この時に多くの絵画がモスクワやキエフへと持ち去られた。これらの絵画は1955年、1956年に ドイツ民主共和国へ返還されたが、多数の絵画が行方不明になり、中には破棄されてしまったものもある。再建工事の結果、1960年に美術館として再開館した。現在、美術館は上記のラファイロの作品のほか、ジョルジョーネの眠れるビーナスをはじめとする、イタリアルネサンス絵画の代表的な作品の数々のみならず、フランドル、オランダ、 ドイツ、フランス、スペイン絵画の傑作によっても世界的名声を博しており、質的にヨーロッパ有数の絵画館である。1844年に建築家、ゴットフリート・ゼンパーの設計をもとに、エルベ川近くのドレスデン中心部に建設された。ドレスデン出身の彫刻家、エルンストリーチェル、エルンスト・ハーネルが全面の彫刻を手掛けている。北正面は、 古典的なテーマで、南正面はキリスト教をテーマにしたモチーフで表現されている。扉は重厚な木製のもので、上部はキューピットとプシケが描かれた石のレリーフで飾られている。ギャラリーは新古典主義様式の建物で、ギャラリーの南側はツビムガー城の中庭に面しており、北側は同じくゼンパーが設計した歌劇場、ゼンパーオーパーに隣接している。 ドレスデン城、カトリック救急提供会といった有名な建築物も資金の場所にある。アルテマイスター絵画館は2007年5月にセカンドライフに実物のギャラリーを再現した仮想美術館を開設した。ドレスデン美術館全体でも仮想美術館の開設をビジネスとするベルリンの企業に協力している。セカンドライフのアルテマイスター絵画館では 実際の美術館の音声ガイドと同様に、クリックするだけで、すべての絵画の情報を目にすることが可能で、ショップで物を購入することもできる。毎日100人から150人が、この仮想美術館に登録しており、ドレスデン美術館に関するコミュニティも立ち上げられている。リレイコ・ジェルジア、バデメイク・ムゾン・クオージアウスキーを、 ワルソー、P129、ISBN8322318189、ステファン・キンクス、エド、ワルシャワ W ・レイティック1526から1795、ワルソー、P149212、ISBN8301033231、ドレスデン・ギャラリー・パワード・バイ・セカンド・インタレスト・エジー、リンデン・ラボ、2010年10月12日閲覧、 セカンドライフでの仮想美術館のプロフィールハットピクチャーライブラリーオブザドレスデンステートアートコレクションズも参照週刊世界の美術館49ドレスデン美術館2001年観光8から21校から引用ありがとうございます